インフィニティ M は日産自動車の高級車ブランドであるインフィニティ向けに製造・販売していた自動車である。インフィニティの最初の販売車として Q45 と共に販売が開始されたインフィニティ発の二度アクーペである。レパードの姉妹車であり VG30E エンジンのみを搭載。1991年から ASC 社と共同で開発したコンバーチブルモデルも追加した。 1992年に販売を終了し、同じく、レッパーアードと姉妹車の J30 が後継に当たる。ただし、J30 は M30 と異なり、セダンでクーペやコンバーチブルモデルは設定されなかった。M30 は、レッパーアードとは異なり、サンルーフが全車標準装備されるなど装備が充実していたため、メーカーオプションが存在せず、また、スポーティーモデルの M30S やコンバーチブルを含めてトランスミッションは r e 4 r h a 型電子制御4足 AT のみであったため販売は不審に終わり最も売れなかったインフィニティのモデルとされている。また当時マキシマに装備されていたソナーサスペンション2も装備されフロントバンパーに取り付けられたソナーモジュールによって路面をスキャンしサスペンションが調節された。 また、それによって、スポーツモードとコンフォートモードが選択できた。生産は、日産自動車追い浜工場。2002年3月に、第102回ニューヨーク国際オートショーに出品され、2003年に発売が開始された。およそ10年ぶりに、M の名前が復活した、M45 は、I30、I35 の後継者として、初代とは大きくコンセプトを変え、 Y34 型グロリアをベースにシーマンに搭載される VK45 でエンジンを搭載したセダンである。なお、VK45 でを搭載したのは、すでに Q45 に搭載されていたエンジンであったため、コストが削減できることと、営業上、レクサス GS を上回る動力性能とする必要があったためである。エクステリアデザインはグロリアとほぼ同一で、 バンパーが大型化した程度であるが、インテリアデザインは、三代目 Q45 と同じテイストに変更された。しかし、他社の同クラスと比べ地味な印象となり、北米市場では不評であったため、販売は不審に終わった。生産拠点は、M30 の追浜工場から、日産自動車栃木工場に移管され、M35、45もここで生産される。 2005年5月、フルモデルチェンジ。二代目 M45 の後継者であったセドリックと、グロリアの後継者にあたる、Y50 型フーガをベースにしたセダンである。フーガとの違いとして、2500cc 車が設定されていないことが挙げられる。Q45 の購入層も巻き込んだため、Q45 の販売を終了するまでに至らせた。V8 エンジンモデルは、2005年8月に、 日本でデビューした。ただし、XV 系のグレードには搭載されず、GT 系のみである。また、M45 には、スポーティパッケージの M45 スポーツも用意されており、こちらは、フロントライトにブラックアート処理が施され、19インチホイール、スポーツチューンドサスペンション、リアアクティブステアなどが装備されている。なお、2008年モデル以降は、スポーツパッケージとして、 M35、M45 に設定される。アメリカのコンシューマーレポートやポピュラーメカニックス誌、テレビ番組のモーターウィークなどでは高級セダン部門で、レクサス、BMW、メルセデス・ベンツなどの競合を抑えて、最高評価を得るなど、非常に高く評価されている。2007年8月、マイナーチェンジが行われ、2008年モデルとなる。フロントリアのデザインが一新され、 同時に日本仕様にはない VK45 で搭載モデルの四輪駆動車である M45X が設定された。2008年9月一部改良で2009年モデルとなる3.5リットル車に新型の VQ35HR 型エンジンが搭載される。中国ではフーガがフーガという名称で輸出され、日産ブランドで販売されていたが2007年に インフィニティブランドに移管された。ただし、M35 のみ導入となった。2009年8月14日、カリフォルニア州で開催された、ペブルビーチコンクールデレガンスにおいて、新型 M のティーザースケッチが初公開され、2010年3月18日に、北米市場で販売開始。続いて、韓国市場でも5月に発売を開始した。エンジンは、 日本使用車の Y51 型フーガにも搭載される V63.7 リットル VQ37VHR 型と新開発の V85.6 リットル VK56VD 型直噴、ビルエンジンが搭載される。エンジンは V6、V8 ともに先代モデルよりも大廃気量化され出力は向上しているが燃費性能も向上している。 なお、3.7リットルエンジン搭載車、5.6リットルエンジン搭載車ともに、FR 車と 4WD 車の両方が用意され、車名は、それぞれ M X、M37X、M56X となる。また、このモデルから、後輪駆動車のみではあるが、欧州での販売も開始され、合計32市場において発売される予定である。なお、 欧州仕様には V8 エンジン搭載車の代わりにフランスのルノークレオン工場で製造される V63.0 リットル VQX 型ディーゼルエンジンを搭載した M30D が用意され2010年10月に発売された。なお、この M30D は2012年には韓国市場でも発売を開始している。2012年4月には 北京モーターショーにおいてハイブリッド仕様 M35H のロングホイールベース仕様である M35HL が発表された。これは同月25日に日本で発表された5代目シーマのインフィニティ版に相当する。インフィニティが発表した2014年モデル以降の全ラインアップに対する新ネーミング戦略によってインフィニティ M から インフィニティ Q70 へと社名が変更された。ありがとうございます。